なんか最近マジで体重が減らないんですよ。食生活気をつけてるのに。やむやむ、食生活気をつけてるのに痩せないって本当に嫌になる。でも負けないぞ、ここで負けないぞ、死なのはくじけないぞ。ハゼでした。ムーヤンさん、クリミーさん、お願いします。こんばんは。マリさん、ありがとう。チョコしゃぶ用意って、確かにしゃぶしゃぶだったらなんかゼロカロリーって感じそうだな。やばい、マイカーで、マイカーでやる曲歌っちゃいそうになる。危ない危ない、危ない危ない。お父さん、クッキーありがとう。クッキーありがとう。クッキーなんて全然食べてないや。一時期アホみたいにカントリーマンも食べてたから、あのファミリーパック1日で食べ終わったこととかあるもん。1日それだけとかのとこもあったけど。こんばんは。今日は朝用事があったんで、用事があった時にローソンで買った唐揚げくんとロカボパンを食べてレッスン行って帰ってきて、あ、ロカボパン、お昼に唐揚げくんとロカボパン1個と1個の半分を食べてたから、帰ってきて1個の残り半分と、あとあの肉水のスープとロカボパンのチョコデニッシュみたいな食べた。次15秒からします。最近タリーズ、昨日と今日タリーズ我慢してるの。タリーズ糖質バカ高いことに気づいて30、40ぐらいあったんですよ糖質。高っ思って、ちょっと2日に一遍とか毎日言っとったんですけど、さすがにちょっと自粛した。明日飲もうかな。明日ちょっと、明日も、明日は自主練だね。明日はマイカーのみんなで自主練。自主練終わったらご褒美に行こうかな。ハルメイさん、ミラさん、ヒロコロリンさん、お願いします。焼肉食べた後さ、こうデザートメニューとか見て、ブリュレとかあったらブリュレ食べる。でも焼肉、この前もブリュレ食べたわ。あのワンカルビ行った時も。こんばんは。私あんまアイス食べんな。こんばんは。レイトさんかな、合ってるか。ありがとうございます。あと店員さんが来なくて心配しちゃうから行かなきゃ。明日は行きたいな。レッスンが終わって体力があれば行きたいな。こんばんは。毎日のレッスンお前ら嬉しい。でも当たり前だからね。でも最近すごいなんかめっちゃ頑張ってるから、自分で言うのもあれけど、足が本当に死んで取れちゃうんじゃないかってぐらいやばい。バタンキューです。こんばんは。あ、そう、今日ツイートした写真見てください。みんなにツッコミの転ばんさいみたいなコメントがあったんですけど、あれはね、安否と最初、あの最初っていうか
終わりらへんずっと一緒におって、次50秒からします。で、あの掃除とかしてる時もずっと安否停止だったんですけど、その時に名前回収しますみたいなって言われた時に、安否が名前外した時にね、もらうって言ってもらったんよ。ここにこうやって貼ってたら、それを見たみつさんがくださった気がする。みつさんはくださったんよ確か。は多分自分からも言ったかもしれんけど、それでみつさんのももらってこうペタペタ貼って、あのあれで帰ってました。でバスに乗ったらサラピカラももらって、あげますよって言われてサラピカラもらって、サラピナはカバンにつけて帰りました。え、確かみつさんだった気がする。わかんない、違かったのすいません。カイトさん、ガチさん、ハルメイさん、お願いします。ナミさん、ありがとうチョコレート。で、違う、この前までずっとあのこの前っていうか、お掃除するまでこっちの、あの分裂したちっちゃい方に1,2,3って入っちゃうんですけど、あの粘着力がなくなっちゃって、もうあれから多分2ヶ月ぐらい経つんですよ確か。もう全然余裕で2ヶ月ぐらい経つんですけど、確かもうちょっとした。でも粘着力がなくて、でもともとジャージにつけてみんなペタ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 してたから、本当に粘着力がなくて、ちょっともうバイバイしました。めっちゃ切って、ちゃんと名前だからこうチョキ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 って切って、あのバイバイしました。あさてさん、かわいい、ありがとう。そう、あれはね、イモーステレビの去年のシーズンの体力テストみたいなやつだからね、結構前だ。みんなからね、どこ突っ込めばいいんだみたいな感じで。なんかあれだね、あの写真サラピが撮ってくれたけどね、漏れてるっていうか、なんかいい感じだなと思ってずっとツイートしたいなと思ったけど、タイミング見失って今日何の写真ツイートしようかなとか見てるときに、おいいじゃんこれと思ってやりました。もうなんかスマホの持ち方がかっこよすぎ、なんかいやピースしながら持つみたいなかっちょええ。結構意外と漏れた道編みですね。靴もね、体育館だったのでシューズを持って。続きまして、50秒、スライソニオさん、猫お父さん、チョコありがとう。個人情報やけど、同じところからそれだけ名前出てきたら売れんどれって、なんか確かにだからちゃんと切って割れないようにしてましたよ。空のたまり出るバイバイしましたって言い方好きな、そう、さよならしましたとかね、バイバイしましたってよく言うわ私はずいな。シナノはすぐしてましたよ持って帰らずその場でしてました。スライソニアさん、好き好きありがとう。カイトさん、ごへいもちさん、ハトポッポさん、お願いします。シナノって名字かっこいい、嬉しい。罰ゲームか、ただのオタクじゃんって思った自らです。パシちゃんさんか、ありがとう。衣装のシューズなの、あれはいつもレッスンで使ってるシューズ、あれはファンの方からいただいたレッスンシューズかな。まだ履けるので、ずっと2年近く履いてるかな、あのレッスン。いや2年ぐらい履いてますね。なんかもう一個のレッスンシューズはなんか一回ね、まあ、STU みんなでもらったやつがあるんですよ。1期ドラさんだけ、まだ2期生履いてない時にもらったやつはお家にあるんですけど、ずっとねレッスン場に置いてるんですけど、確かその日のイモーステレビがレッスン場集合だったから、そのまま持っていって、あれは自分のですね。スライソニアさん、ハートありがとう。金曜の夜に配信ある、そうなんですよ、知らなかった。なんかね、知らなくて、私金曜日長時間のマイカーのレッスンが入ってたの、
抽選会が終わった後から結構夜までマイカーのレッスンが入ってたから、よしマイカーのレッスンあると思ったら、今日の先生聞いたら、えマイカーのレッスンそんな長時間ないよみたいな言われて、えって思ったら、今日の夜に緊急配信、生配信ありますってマネージャーさんに言われて、えって思って、知らなくてめちゃびっくりした。でてか、あの私が寝てる間にメッセージっていうか、ありますよっていう案内のやつが来てて、マジ絶対次のシングル発表じゃんって思ったけど違うかな、それは違う、でも絶対にそうじゃんと思ったんだけど、違うのかな。次35秒、もう自分的にもうビクビクしながら緊急生配信過ごさないといけなさそうで怖いんだけど。だってさ、もうお話し会も来月末で終わりじゃないですか。もう絶対そうじゃんと思っても心臓バクバクですね。チョコレートの時なのかな、スライスに届けられた。あ、確かに終電コンサートの発表、あ確かにそれか、確かに。で終電であれか、発表とかかな。私もなんかね、緊急とかでつくともう何ってなるよ。もう絶対絶対発表やんとか、シングル発表やんってなるよ。ゆうゆうさん、なおみさん、だいだいさん、お願いします。ビクビクしながら生活するからもうやだチョコレート作りだったら、それは作ったらもうみちさんにあげるしかですね。どんどんありがとう、好き好き。でもさ、4枚目シングルもさ、ツアーでさ、ボーンって無言、あの4枚目シングル発売決定ってなって、その日から、その日から次の日から受付開始みたいになってたからさ、もうお話し会も3月末で終わるじゃないですか。あ、でもまだか、再販が3月のまだラストって言ってないからまだか。すごい、消防士さんが週が働いてる、大丈夫か。めっちゃビックドキドキした。確かに周年コンサートとかかな、皆さんにプレゼントだって、なんだろうね、ショック。なんか新しいシングル半年に1回とか半年過ぎに1回とかですよね。半年は絶対出ない気がする、半年ぐらいは。もうずっと半年より早い時とかもある。でもシングルの時期かーってなりますね、わーって感じで。7枚目は10月でした。発表は夏祭りかな、夏祭り打ち上げ祭で発表でした。もうやだ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 、なんでこんな嫌な気持ちになっちゃうんだろう。次55秒から、あ新公演、確かにそれもありだね。この時期はいっぱい発表することがあるもんね。なんでこんなもうシングルそろそろかなって時心臓に悪いんだろう。金曜の配信全員らしいですよ、なんか公式ホームページに全員って書いてました。ナナさんとココアさん以外って書いてました。そうなんだ、確かにね、発表の前に撮影してるイメージ、うん、そうだね。
私もなんかもう、うん、この日はあの撮影ってことをさ、非選抜っていうか選抜じゃない人も知ってるからさ、その日にめっちゃ辛くなる。あ、今日はみんなどっかで撮影してるんだろうなとか思うと、めっちゃその日すごい残酷な気持ちになる。やだな、もうそんな思いしたくないよ。でももう多分今から何やっても変わらなさそうだけど、じゃあ大変になりますね。うわうわうわーって。で今回のシングル7枚目シングルの時はもう自分的に精神ダメージがボキャーンってきたんですよ。精神ダメージがバーンってきて、うえってなったんですけど、なんか選抜メンバーが発表された時にこう立ち位置表みたいなのも出たんですよ。立ち位置こういう感じの並びになりますみたいな、発表された時に、私たちに発表された時にこう出たんですけど、その時にもう、ね、これ本人にも言ってないんですけど、あの舞ちゃんがフロントだった時にめっちゃ嬉しくて、シンプルに舞ちゃんのが2番手だよね確か。舞ちゃんが2番手みたいなの知った瞬間めっちゃ嬉しかった。でも嬉しい反面、自分が入ってないことに対してのウルルルルルなんかすごかった。そう、7枚目確か舞ちゃん2番手だった気がする。ヘタレたち、村上さんありがとう。クッキークッキークッキー、こんばんは。駅前でティッシュ配り、それはティッシュ配りめっちゃしたかったんだよね。村本さんまずやりたいな。次10秒から。そらはの感情がすごい、もうあの日はもうなみなみでしたよ。終わった後絶望に浸って、絶望に浸って、でその後ちょっとアリちゃんさんとお話しして電話して、その後に担当マネージャーさんと、こういつもお世話になってるマネージャーさんとお話しして、でももうすぐ気持ち切り替えて、ああもうやばいと思ったけど、いやもうこんなん言うとパイちゃうわー思って、ぐちぐち「もう無理だったべ」とか言ったと、もう子供どうもならん、どうもならんから、何か頑張るしかねえって、その気持ちを切り替えたり確か。でもやっぱりね、なんかあの多分撮影の日とかのみんなのショールームを見ると心が苦しいってなってた。みんながホテルらしきところから配信してるのを見ると心が痛くなって、なんで私は家にいるんだ、うおーってなってた。緑だけ緑になるさん、パシちゃんさん、誰だ、みーさんお願いします。七並べで選抜決めるイベントだったらみんなガチでやるよ、みんなもっとガチでやるよ。選抜、そらはが選抜入って喜んでくる、よかったねって言ってくださるメンズさんいるかな。でもそうやって喜んで、なんかよかったねって言ってくださる人が増える、多い、多くなれる、言っていただけれるメンズ、よかったねってこう一緒に喜んでくださらくれるように、それも頑張りたいですね。今年の初詣で空が選抜に入れるよねよって言ったら大丈夫だって。やだねやだねやだね、空葉が何やろ、去年の生誕祭で卒業発表される覚悟で全力で準備した。するわけないじゃん、卒業発表しないんだけども。
え、ガチでしないだよね、本当に。あのマジでしないから、本当にこれでしたらマジで怒っていいよ。マジでしないから、安心して。そこはビクビクしながら生誕とか迎えね、楽しい気持ちで生誕迎えて。ずっとそらちゃん美味しすぎ、ありがとう、嬉しいよ。シェグルさん近所にお餅配るくらい喜ぶ。かわいいんだけど。みなさんあとありがとう。普通にガッツポーズすると思う。本当に？それだったら嬉しいな。報われてほしいナンバーワン、嬉しいね。そうやって言ってくださることが私の原動力っていうか、頑張らないとってなるあれなので嬉しいね。50秒から。逆にどういう状況になったら卒業すると思います？もうやりきったなとかじゃないですか。私は学業とかは多分ないので、学業で辞めるとか、もうやりきったなとか、もう次の夢叶えたいなとか、次の目標がにもう行きたいと思ったらじゃないですかね。面白いんだけど、実は生誕の時かなりビクビクしてた。え、なんで？マジでなんで？こんな人が生誕で卒業アップするわけないでしょ。絶対しないよマジで、本当に。あげぽーさん、あきさん、ひなさん、お願いします。マジでしないよ。最近生誕祭と卒業発表がセットされてて不安よね、だって。あ、そういうことか。大丈夫だよ。だからこそ俺いつまでお得するんやろってなってる。そうだね、みんな、私がね本当に結構やったら、その分みんなが応援してくださるってこと、オタクファンの方でいてくださってくださるからね。選抜に入ると逆に卒業が心配になる、だって。選抜に入って満足はしないからね、私絶対。選抜に入ってからだからね、本当に大事なの。定年退職 60? 選抜入って満足はしないよ。だってみんながそこまで頑張ってくださったんだから、くださったってことは、さらにソラハもその倍頑張らないとだからね。40になるまで次の夢つけて、でもいや次やりたいなと思うことあるけど、それに多分まだ全然慣れないから、ここで下積まないと。プラス選抜に入りたい。そらちゃん生誕最大好きだから、生誕までは卒業ないと信じてる。そうだよ、生誕超大好きだから。こんばんは。現在私たちの大丈夫だ、そういうことかと思ってびっくりした。大丈夫だよ。日本語じゃなくなりそう。10年は頑張れる。10年って何歳？待って、10年はやばい。10年はやばいでしょ。だって、29だよ。多分、ソラハの10年はやばい。なんか29歳、今29歳の方は全然大丈夫じゃないですか。でも、ソラハのこの知名度で29はちょっとやばいし。ってことは、14年いることになるのか。私は無理だよ。今いる、先輩方はもう全然大丈夫じゃないか、分かんないじゃないですか。次55秒。ゆきりんさんとかめっちゃしたいねし、バラエティもめっちゃすごいし、全然大丈夫じゃないじゃない。大丈夫ですじゃん、大丈夫じゃですやん。だからあれだけど、でもソラハはもっとなの、もっともうめっちゃゴールデンタイムの、ゴールデンタイム、ゴールデンタイムとかテレビに出れるってなったらあれだけど、こんな誰やねんっていう人が。うちおさん、ようさん、のすけさん、みなさん、ケイさん入ってありがとう。最後のおしめさん、あと10年頑張ってください。最後のおしめなのか本当に。当分独身だな。それはちょっとあれだな、
空が卒業するまでみんな独身だったらちょっと悲しいから、それは早くした方がいいのか。大丈夫だよ、今年も頑張ろ。いや、あなたが29ならほぼメンバー30回ってんだよ。確かに確かに、空が29ってことはもうゆうかちゃんとかも32とか。10年はやらんよ多分。それだけは言うとか、多分10年はやらんのんじゃない。10年はやらんけど、いや分からん。それで選抜メンバーが29になるまで入らんかったらずっとおるかもしれん。スラハの29ってめっちゃ老けてそうなんだけど。もし卒業したらその後もエステをしててもいいの？それをね、自分がいたグループだから、このその後も応援してほしいって気持ちはあるよね。生誕さん、毎回パパの顔つきで見てるの、そこで発表されたらオタクの顔つきになっちゃうけど。パパの顔つきで見てるんですか。パパは卒業発表すると思ったらしいから。おもろいね、今年パパに言わず卒業発表なんかせんよね。一番応援じゃないけどこうね、してくれてるのに。次、50、嘘です、35秒。こんばんは。確かに CD10 年買うのはちょっとね、みんな的にも。何も考えず、なんでやねん。もう10年ってなったら29だよ。みんなも何歳よ。この分年を取っちゃうんじゃないよ。取っちゃうんだよ、みんな。妹ちゃんの成人まで頑張る。待って待って、14年頑張らないといけんの。無理無理無理。32だよ、うち。マイカを待ってまーす。30年くらいやって選抜に入らなかったら、ゆうえさんが同情で入れてくれそうじゃん。48時の。やだ、恥ずかしいよ、もう。母さん、た、なんて読むんだろう。読めないな。ゆってぃさん、ありがとうございます。たーさん。それはもうおじいちゃんなってる？もうそれはもうおばあちゃんよ。29でしょ？もうママが、そらは6、ママのが29の時は多分私も5、6、7、8、9ぐらいじゃない？ 9 は嘘だな。お父さんクッキーありがとう。CD もそうじゃない、確かに。それはね、ガクガクブルブルやね。10年で2万枚近く買うと。すごっ。年に何万やん。1000枚 ?2000 枚 ?2000 枚48までやった。さすがに48はやばいよ。もうヨボヨボおばあちゃんだよ、そら。まあ安心してよ、シナノ。今年も卒業しないよ。次、10秒。お土産買いに行き、いいね、お土産。ゆるさん、ハートありがとう。ね、やめてよ、48で48かも。はぁ、やらんって。なんで、やめてよ。そらはだけで48とか、なんかちょっと嫌じゃ、悲しい、恥ずかしいよ。逆に有名になれるかもしれんけど。逆に有名になれる。
カイトさん書けかなと思ったさ、お願いします。あと30年だって、29年で。もう CD で和歌作ります。息切れがすごそう。もう1曲やるだけでもうはぁ。毎日ソラハを読んで食レポうまくなったなんて、嬉しい。それは嬉しい。食レポ、STU 自体どっちが先に終わりよ。それはソラハだよ。 STU はこの先もずっと存在してほしいからね。ヤマハマとかサビ行く前に食べた。イントロでよ、トゥンチュンチュンチュンみたいなところでもう私息切れとるよ。面白い。安心してね。今年1年も多分みんなとお話できるし、会えるし、公園で踊るし、安心してちょっ。なんかちょっと考えてくれたみたいで嬉しい。ソラが48までアイドルすると迷う50代まで独身か。七並べの七並べが拡大できるようになったのってお宅の恒例が、カードの違うよ、それは違うよ、それは絶対違う、多分あれだよ、だって普通になんかさ、もうメンバーめっちゃ増えたら誰のカードかわかんないじゃないですか、それとかなない片言になっちゃった。次、20秒からします。シティはこの先30年もいてほしいね。誰、メンバーもわかんないもん、たまに、これ自分かなって言う時あるから、多分それでやってくれたんよ。みんな違うよ、そんなネガティブにならんと。ポジティブポジティブ、そらハーフポジティブやからな、マジで何事にもポジティブに取られちまう。たまにネガティブ、ファンのことに関してはマジでネガティブだけど。ベンディさん、シゲオドライバーさん、赤ジャケ、赤ガエル、赤ガエル魂さん、すごい名前なんだけど、こんばんは。最近室内の画面を離さないと見えなくなってきた。あれは違う、こうやってこうやってソラがアイドルするか、ああいうのを使用するときにもちょっと簡単な石やな。こんばんは。七並べは永遠に続きます。七並べスマホ出る距離でこんなんなってんのめっちゃ目悪いよ。いつかカード見えなくなるくらい、それはクローバー7って呼んでるなるほどね。こう一回ポンって試し出しじゃないけど、ポンと押したときにやばいでしょ、どんだけ見えないんだよってなっちゃう。面白い。オンデマンドドラさん、あ、ありがとうございます。ドラさん今見てくれて嬉しい。大体読みます。13位りょうさん、12位すーさん、11位帝国さん、10位アスパラさん、9位ひろさん、8位スライソニオンさん、7位 TT さん、6位ウトンさん、5位斉藤さん、4位テルボーさん、3位オリクオクさん、2位ミラさん、そして1位はイキャスさん、ありがとうございます。
ありがとう。あれよ、あ、年取ったとか、あ、うわ、これはもうおじいちゃんに近づいてるのかとか、あ、高齢化や高齢化やとか思ったら本当そう進んじゃうから、そうじゃなくてポジティブに、あ、目こうやって話さないと見えなくなったりとか、こうやってしないと見えなくなった時は、あ、多分目が疲れてるんだ、よし寝ようってかって変えた方がいい。ならね、多分そんなね高齢化進まんわ。おすすめ。あ、これ目が疲れとるとか、他何があるだろうね。腰痛いなとかは、あ、これは今日いっぱい歩いたからちょっと腰が痛いのかなとか、そういう感じでね、ふってめくられるといいよ。さよなら、ありがとう。では配信を終わります。ありがとうございました。あと30秒、明日もまた夜にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさいです。ゆっくり遊んでください。バイバイ。おやすみ中もいけるもんね。